荒川、関東。荒川は、埼玉県及び、東京都を流れ、東京湾に注ぐ河川である。一級水系である、荒川水系の本流で一級河川に指定されている。水系として、流路延長 173km、流域面積 2940km、川幅、両岸の堤防間の距離は、尾成橋、埼玉県河野寿市。 吉見町付近で2537メートルになり、日本最大である。埼玉県、山梨県、長野県の3県が境を接する拳が竹。拳が岳、奥秩父に源を発し、秩父山地の水を集めながら、秩父盆地まで東に流れる。秩父盆地から長泥渓谷まで北に、その後東に流れて、大里郡より一丁で、関東平野に出る。 熊谷市で南南東に向きを変え、川越市で入間川を合わせる。戸田市から再び東流、埼玉、東京の都県境を流れ、北区の新岩渕水門で隅田川を分ける。その後足立区で向きを変えて、再び南流市、江東区と江戸川区の草界で東京湾に注ぐ。この川の源流点は二つの説がある。一つは、 秩父湖の少し上流の滝川と入線の合流地点。もう一つは、上記のように、拳ヶ岳の埼玉県側の山腹、標高2475メートルのところにある、真の沢が、源流点という説である。荒川源流の石碑は、入線が、それぞれの沢に分かれる地点にある。起点は、入沢と赤沢の合流点で、ここに、一級河川荒川起点の碑がある。 終点は中川との合流点で、ここに川口から0トルのキロポストがある。もともとは荒川の河口があった場所であり、周辺の埋め立ての進行に伴い荒川の河川区域が沖合に向かって伸びていった。この入沢と赤沢の合流点から中川との合流点までの流路延長1 7 3トルが一級河川としての荒川である。一方、 河川としての流れは、河口からもしばらく続き、特に右岸は5トルほど下って、若か海浜公園の突端に至る。国土交通省道路局では、荒川リバーとしており二重表現となっている。これは、地名などの固有名詞は、ヘボン式ローマ字で、山や川などの普通名詞は、英語で表示する。ただし、観葉上固有名詞の一部として切り離せないものに、 ついては個別に検討する。というものによる。荒川は古くから利根川の支流で関東平野に出た後、熊谷市近辺で利根川と合流していた。利根川の中華流、荒川との合流後は5000年前頃までは現在の荒川の流路を通ったが、3000年前頃からは加速市方向へ向かった後、南流して東京湾へ注ぐようになった。根川と荒川は 稼働が安定せず、また次第に並行した流路となり、両者の合流点は下流へ移動した。荒川の名も暴れ川を意味し、有志以来、下流域の開発も遅れていた。荒川本流が今の綾瀬川を流れていた時代もあるが、戦国時代に水路が掘られて、東の星川につながれ、綾瀬川と分流した。江戸時代初期頃は荒川は、現在の元荒川の川筋を通り、 越谷市、吉川市付近で利根川と合流した。1629年、寛永6年に、関東軍隊の稲田田春らが、現在の熊谷市区下で稼働を締め切り、和田吉野川の稼働に付け替えて、入間川筋に落ちるようになった。元の稼働は、熊谷市で荒川から離れて、吉川市で中川と合流する元荒川となっている。同時期の工事で利根川は東に、 せがえ、とねがわ当選事業して、古利とねがわ流路から江戸川の流路を流れるようにな。付け替え後の荒川、元の入間川は、下流で、現在の隅田川の河道を通っていた。この部分は、流速が遅く、台風で、大雨が降るとしばしば溢れて、江戸の下町を水浸しにした。明治時代の調べでは、大雨の際、熊谷市と、 川口市で最高水位に達する時刻の差が48から60時間あった。洪水が人や家を押し流すことはないが、浸水による家屋と農作物の被害は深刻であった。しかし、荒川の周運にとってはこの世界によって水量が増えたことにより、物資の大量輸送が可能となり、交通路としての重要性を高めた。 荒川放水路は、荒川のうち、岩淵水門から江東区、江戸川区の草界の中川河口まで開作された人工河川を指す。途中、足立区、千住地区、及び墨田区、葛飾区の草界を経由し、全長2 2トル、幅約5 0 0ルである。1913年、大正2年から1930年、昭和5年にかけて、 17年がかりの南高寺であった。明治43年、1910年8月5日頃から、関東地方では、長雨が続き、11日に、房総半島をかすめ、太平洋上へ抜けた台風と、14日に、甲府から、群馬県西部を通過した台風が重なり、荒川、県隅田川を含むト根川や多摩川などの主要河川が、軒並み氾濫し、 死者769人、行方不明78人、家屋全千2121戸、家屋流出2796戸に上る、関東大水害が発生した。利根川左岸城5か、下中森の破跡により、群馬県大良郡一帯に被害が集中したほか、右岸でも、中城つつみの堤の破跡によって利根川、荒川の氾濫流は、埼玉県を縦断、死者202人、 行方不明39人、家屋全開610戸、家屋流出928戸に及ぶ甚大な被害を引き起こした。また、トネ川や多摩川水系も含んだ、東京府全体の被害総数は、死者41人、行方不明7人、家屋全開88戸、家屋流出82戸であった。長年豪雨災害によって、被害を受けていたこともあり、翌明治44年、 1911年政府は根本的な首都の水害対策の必要性を受け、利根川や多摩川に優先し荒川放水路の建設を決定する。内務省によって調査、設計の準備を進め、土木技官の青山白を責任者に用地買収の済んだ箇所から築地工事に着手したのは大正2年、1913年のことである。 この用地買収は実に1000ヘクタール、1300個に及ぶ。これにより、南葛飾群の大木村、平井村、船堀村の3村が廃村となり、周辺の町村に編入されていった。結局、この工事は当初の10年という予定期間を大幅に超え、関連工事が完全に完了するまで17年間という、歳月を要し、3200万円余りの工事費を、 費やした。これは、最初に計上された、総予算1200万円の実に2.5倍に及んだ。さらに、総数300万人以上工事に動員し、出世や土砂崩れなど多くの災害により、30名近くの犠牲者も出した。当時は工事の大半が手作業であり、蒸気掘削機やトロッコ、浚渫船も実用化されていたものの、現代のような重機は、ほとんどなかった。 また工事中も、幾度も台風に襲われ、中でも1917年、大正6年9月30日の台風では、記録的な高潮に見舞われ、工事用機械や船舶を流出するほか、関東大震災では、各地の工事中の堤防への亀裂、完成したばかりの橋梁の崩落など埋挙に暇がない。さらに、第一次世界大戦に伴う、不況、物価高騰も、 南高寺に白車をかけた。1924年、大正13年の岩淵水門完成により、放水路への注水が開始され、春節工事など、関連作業が完了したのは1930年、昭和5年のことである。以後東京は洪水に見舞われることはなくなった。その後も荒川放水路により分断された中川の付け替えや江戸川放水路の掘削が行われ、ほぼ、 東京周辺の流路が完成することとなる。荒川放水路は1965年、昭和40年に正式に荒川の本流とされ、それに伴い岩渕水門より分かれる旧荒川全体が隅田川となった。それまでは現在の千住大橋付近までが荒川、それより下流域が隅田川と区別されていた。また、 この部分を横断する鉄道は、地下鉄を含め地下、トンネルではなく、すべて橋梁で横断している。なお、荒川全体では、埼玉高速鉄道線が、赤羽岩淵川口元号館で、新荒川大橋、国道122号のすぐ西側を唯一地下で、抜けている。戦後、1 9 4七年、昭和十二年のカスリーン台風により、荒川流域は、 大きな被害を受け、建設省関東地方建設局、原国土交通省関東地方整備局は、ダムによる洪水調節を図り、二瀬ダムが本川に建設された。1964年、昭和39年には、東京都が記録的な滑水に見舞われ、東京砂漠、利根川より緊急的に洞水を図り対処した。その後1965年、 昭和40年に秋ヶ瀬取水石を建設、さらに荒川水系が水資源開発促進法の指定河川と成水資源開発公団現独立行政法人水資源機構が総合的な水資源開発を行った。この頃隅田川の水質を抱くが深刻化、メタンガスの湧き出る河川となり早計でガったまでもが中止となった。 これらを解決すべく1968年、昭和43年から、都根大関による導水で、上水道供給と水質改めを図った。また上流部に滝沢ダム、浦山ダム、有馬のダム、合格ダムを建設し洪水調節や上水道を確保し、笹目橋上流に荒川第一調節地を建設して、緊急時の洪水調節を行った。 1990年代以降は、公共事業再評価の議論がなされ、時川に建設予定だった、大野ダムの建設が1995年、平成7年に中止となり、大ラダム再開発事業も、代替案と比較検討して、事業を継続するか、どう検討されている。2010年代においても、荒川流域で大規模洪水が起きた場合、 首都圏の広い地域に被害を及ぼす可能性は依然残っている。関東地方整備局のシミュレーションによると、大雨により赤羽駅近くの堤防が決壊したと想定すると、東京都と埼玉県内の約98平方キロメートルが浸水し、水は東京都心の丸の内や大手町などにも到達する。全国からポンプ車を集めても排水には4週間かかる。 このため国交省は企業に事業継続計画 PCP の策定を呼びかけている。川口からの船舶は秋ヶ瀬取水石下流にある秋ヶ瀬橋までの約3 4トルを遡上できる。川口から約3 2トル遡った幸い魂大橋上流川右岸、埼玉県和光市にいくらには三橋があり、東京湾の製油所から小型のタンカーが運航されている。 三橋で降ろされた石油類はパイプラインによって埼玉県朝霞市のジャパンエナジー朝霞輸送所まで運ばれている。日本では少なくなった海岸と内陸県を結ぶ水運である。かつて幸い魂大橋下流が合うガにあったエクソンモービル北東京輸送所の三橋は同輸送所が廃止されたため2007年3月までに撤去された。 荒川の中華流域には農耕地が広がり、20世紀には東京通勤圏となって住宅開発が進んだ。そのため、幅広い荒川河川敷が自然を残す回廊として生態系にとって重要になっている。中華流沿いに見られるコウモリ類以外の哺乳類には、アズマモグラ、ハタネズミ、アカネズミ、ジネズミ、カヤネズミ、ノウサギ、タヌキ、キツネ、イタチがいる。 このうちネズミ類とモグラは川沿いに限らず周りの平地に普通に生息するが周囲の小立ちや草原の減少で住みかを追われた他の哺乳類にとって荒川沿いの自然は貴重である。ネズミでもカヤネズミの生息地は河川敷の一部に狭まっている。荒川の中流域は洪水時に遊水地としての役割を果たすために定外地が広く取られている。最も広いのは ぬか電橋付近で約2500メートルに達する。そのため、河川改修によって、定外地に多数の集落が取り残された。これらの集落は、定外地になったことによって、さらに水害の被害が増したため、2005年に、悪心集落、川越市が集団移転するなど、徐々に、定内地への移転が進んだ。 移転に際して国からの補償があったが、予算の不足から一挙に補償を行うことができなかったため、補償を待てずに、自費で移転した世帯もあった。しかし、先祖から受け継いだ土地から離れることは容易なことではなく、付近に農地を持つ住民にとってはなおさらである。そのため、危険を犯して、定外地に住み続ける住民や、 定外地であることは変わらないが、横ひさげ状に移住した住民もいる。明明、集落、古名に田集落、吉見町、河野寿市では、2007年時点でも横ひさげ状に列状の集落を形成している。それ以外の集落は、すでに住民がいないか、わずかしかおらず、集落としての機能を失っている。軍の場合は括弧内が自治体名。埼玉市の内は、 行政区名。上流部には、二瀬ダム、秩父湖などの人造湖が多くあり、首都圏の水亀の一端を担っている。また、利根川水系のダム湖で蓄えられた水は、埼玉県にお市のの根大関から武蔵水路を経て、荒川に落ち、荒川水系の水も加えて、同色市の秋ヶ瀬取水席で取水され、浅霞水路を通って、水資源機構とね道水総合管理所秋ヶ瀬、 管理所の陳謝池及び接合位を経て、東京都水道局の浅香浄水場と、みその浄水場に知るべされる。埼玉県だけでなく、東京都でも広い範囲で、水道水の水源となっている。荒川は特に中流域において河川敷を広く、とっているため、河川の規模の割に長大な橋が数多く架けられ、道路橋では、上江橋をはじめ、船堀橋、幸い魂大橋、 押切橋、審査大橋、熊谷大橋、秋瀬橋,橋、足橋が橋長1トルを超えている。橋種は中流域を中心に、桁橋が多く、下流域の橋は不動沈下に対処するためにゲルバーゲタが多用されている。近年は五色桜大橋など景観に配慮されかけられた橋も、ある。上流側より示す。 荒川流域には三十二箇所を数える菓子が存在した。荒川流域には六十八箇所を数える土線上が存在した。重要な交通路に設けられた緩和多市と称する公で管理された土線上の他に地元住民の瓶を測った施設の土線上があった。陶器の滑水器には仮橋を架けるところもあった。蒸気の菓子場を併設している場合も多い。これらの土線上は 橋梁の仮設などに伴い1981年、昭和56年廃止された、金石の私を最後に行動としての都線上はすべて姿を消し、都線上跡は、河川改修や護岸工事で、移行はもちろん痕跡さえも消滅つつある。現在では、河川敷ゴルフ場におけるゴルファーが、対岸のコースへアクセスする専用の都線上が存在する。これより、下流は、 隅田川の私を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。